ブデソニドホルモテロールは、気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患の治療に用いられるステロイドとアドレナリンベータ刺激薬の配合剤。アストラゼネカが、同社の吸入ステロイド喘息治療剤ブデソニドに、長時間作用型気管死拡張薬であるホルモテロールを配合し、同時に吸入できるようにした合剤で、日本では2009年にアステラス製薬とアストラゼネカが、 同西の日本での販売及び共同販促に関する契約を締結し、アステラス製薬販売で、シムビコートタービュヘーヘイラーとして2010年1月に発売されたが、10年間の契約満了に伴い、2019年7月31日以降は、アストラゼネカが単独で流通、販売、情報提供活動を行っている。後発品として、ブデホル吸入粉末剤がある。 下記の患者には近畿である。治験時の副作用は、気管主全息の維持療法、18.5%、全息維持療法中の豚用吸入、3.9%、COPD の維持療法、7.8%であった。主な副作用は、心腺、血中カリウム減少、肺炎、左生、筋痙攣、動悸、喉頭頭,頭痛、高校患児打症、動悸であった。 重大な副作用としては、アナフィラキシーと重篤な血清下流ム値の低下が記載されている。2000年にスウェーデンで初めて承認されて以降、世界100カ国以上で、気管支全息治療薬として承認されている。アドエアに比べ粒子系が小さく、最小気管支へも到達することを特徴の一つとしている。ホルモテロールはアドレナリンベータ二重用体刺激薬で、 あるが、吸入にその効果が速やかに現れること、そして長時間持続することを特徴としている。吸入1分後からサバであるサルブタモールと同様の効果を示す。また、フルチカゾン 250G サルメテロール 50G との比較では、吸入直後1分間から30分間までを通じて1秒率はシムビコートが勝っていた。 長期管理に用いる X、ラバ配合剤を、発作時に追加投与して、急性症状を緩和する治療法を、スマート療法と呼ぶ。シムビコートタービュヘーラー39ニュ69乳、ュ2016年6月28日閲覧。ジョンチャース RE、バンジ TA、アルバース R、オンセットオブレリーフオブディスプニアウィズブデソニド。 ホームタウルオアサルブタモールフォローイングメサコリーン、インドストシビアブランコカンストリクション、インアダルツウィズアズマ、AW、ブラインド、プラセボ、コントロールドスタディ。デスパーレス7、141、ドイ、10.1186、146599217141、PMC1713239。 プミド1714万 4916https コロンスラッシュスラッシュ r-es-p-i-r-a-t-o-r-e-s-e-a-r-c-h.bi-om-e-d-c-e-n-t-r-a-l.com スラッシュアーテクルズスラッシュッ0 1 1 8 6スラッシュ1ダッシュ9 2 1 7 1 4 1番であべ HJ バースマエム、パークビスト PV、ウィンターティエイチ、アルバース R、プテソニド、フォーモタウルイン、エイシングルインヘーラーラピトリーラリーブスメサコリーン、インドストモデレート2、シビアブランコカンストリクション、プルムファーマッケルセア17、89から95、ドイ、10.1016、 jpeput2003.11-00 時、プミド 15123230?http:/www.sciencedirect.com スラッシュサイエンスラッシュアーティクルスラッシュ p スラッシュ s1094553903001469 ありがとうございます。